もし、俺俺、これだよ俺。こんなこんなまたそういうやつだ。こんなおじさんだと思わなかった。たとえどんなに似ていても、息子の名前は言わないよ。相手の名前を言わせましょう。もう一つ言えるに来るなら、とんでもない名前で言ってみましょう。もしもし、俺俺。あれ、おみや、戻ってきてする。あれでもしんかったよ。何やってたのにゃ。ロドリゲス、こんなこと言えたら一時になる。バンクの母さん、手を出す神さん、誰を急ぐにかぶってませんバンクのばあちゃん、手を出すじいちゃん、誰を急ぐにかぶってませんもしもし、お父さんごめんなさい、私事故起こしちゃって、ごめんなさい、ごめんなさい。ああ、お父さんですか。お嬢さん取り乱してますけど、マスコナコーチも時代にしてもいいんですよ。こんな電話がかかったら、俺をお客さんと思うでしょう。普段の話に乗っちゃダメ。もう一度娘を呼び出して本人確認いたしましょう。娘はどんなに不便でもよ、書いてちゃあかんと探しましょう。もしもし、ゆみ子か。はい、ゆみ子です。本当にゆみ子なんだな。はい。じゃあ問題。お前のくれた父さんに用意のベスト3は、口、寿司と、もう一つ何？残念、平でした。お茶。こんなこと聞いたら宇宙になる。マークの母さん、ゆみ子さん、母さん、俺は俺さん。もしもし、俺だけど、今警察に来てるんだけど。そんな電話はやめてくれ。大体俺のおじさんだけど、警察に来てるしてちゃダメ。もしもし、お孫さんのことなんですよ。あの孫ですか。大事なお孫さんですよね。大事ですが、でもあのニコラス、お兄嫁の息子でもあるけど、本当にまあ。お兄ちゃちゃちゃ。パラッと消えたら宇宙になる。なんての母さん、手を出す母さん、パラを押さえなきゃずっと出せ。もしもし、俺だ、おじいちゃん。こんな電話がかかったら、どれおじさんだと思いましょう。どんなにかわいい孫だけど、いきなりこの人に元気を売り込むなんて嘘思いよ。黙って許しちゃいけません。よかった。あのな、ばあさんには内緒だけどな、あの金貸してくれんか。金貸せ。こんなこと聞いたら宇宙になる。バンクの母さん、手を出す父さん、俺は俺さんにかぶってます。バンクの母ちゃん、手を出すじいちゃん、俺は俺さんにかぶってます。バンクの母さん、手を出す父さん、俺は俺さん。もしもし、俺だよ俺。どちら様ですか。俺俺俺俺ってや、俺俺さんの俺。騙されんなよ。